今日の朝ごはんは久々のヨーグルトボールです。いただきます。おはようございます。今日は4月の7日日曜日でございます。今日はね、これから朝ごはんも食べたんだけども、12時過ぎてるかな、12時過ぎぐらいだと思うんですけど、もちくんのお散歩兼、今日ねすごい気温が高くて多分30度ぐらいかな、一応気温的には30度ってなってたんだけど、まあ、今ちょっとどこまで上がってるかわかんないけどね、結構暑いので、もちくんのお散歩がてら、まあお昼ご飯食べがてらちょっと公園にね行ってこようと思います。はい、公園到着しました。レイクパークだからね、レイクの周りちょっと歩いてお散歩しつつ、先生今スーパーでちょっと寄ってご飯買ってくれたので行ってこようと思います。ここでバースデーパーティーやってるけど、なんかここだけ見るとめっちゃなんかトロピカルだよね、いつも思うけど。砂浜もあって、ここはちなみに人工のね湖だから多分人工だと思うけど、あでもなんか暑すぎなくていい感じ、すごい暑いけど暑すぎなくてね、ちょうどいいぐらいの天気です。今日はここでご飯をね食べようと思います。せっかくだから水の横で、はい、どうぞ。みちくんは突っ立っておりますね。あ、いいね、気持ちいい、最高。先生はサンドイッチ買ってきたんだけど、今日はツナサラダのクロワッサンと、これはなんだ、ローストビーフかなんかかな、ローストビーフ、じゃあパストラミ、違う、なんだろう、ちょっと何かわかんないけど、サンドイッチですね。あとチップス、チートスのなんか偽物バージョンみたいなやつとアリゾナティーです。いただきます。鳥みたい、水面だからこのね、レイクの周りをゆっくりお散歩していこうと思います。本当に最高の気温でございます。暑いんだけどね、結構暑いけど、まあ、30度30ちょいぐらいだから暑いんだけど、風がねまだ少しだけ春の涼しみの風っていうのかな、だからね、もちくんも母言ってるけど気持ちよさそうですね。はい、車帰ってきました。めっちゃ暑かった。なんかね、レイクの周り一周したんだけど結構長くて、なんだかんだ30分ぐらいお散歩したかな、暑い気温の中で。もう暑すぎるのでこれからお家帰ろうと思います。はい、お家帰ってきました。もちくんはもう疲れて寝てます。もうね、暑かったしいっぱい歩けたのでね、疲れて寝てますね。私は朝作ったレモネードの半分レモンが残ってたからね、もう一回レモネード作ったので、ちょっと飲みながら休憩しようと思います。今先生がね、お友達とゲームやってるので、私はアイスクリームでも食べようと思います。ちょっと今コスプレね若干作業してたんですけど、休憩したいから。この間ね買ってきて4ドル99だったからね、ブルーベルのよいしょ、バナナスプリットサンデー、なんかバナナのやつだけかなと思ったんだけど、ストロベリーとチョコとナッツがねいっぱい入ってて結構美味しかったです。これあっという間に8時になっちゃったんですけど、今日夕飯はね昨日作ったカレーがね残ってたので2日目のカレーをいただきました。やっぱり1日目よりねめちゃめちゃ美味しかったです。で今のね現在の状況ちょっとお見せしますね。この前作ったこのチェストプレートにね、まあ、これちなみにまだ仮止めだから、まだ特に止まってなくて、今ガムテープでね仮止めしてるだけなんだけど、こんな感じで、リングもこれまだ仮止めというかガムテープで貼ってあるだけで、でねもうちょっとここにもう1枚2枚ぐらいついて、こっち側はまだやってないんだけど、こんな感じでひだひだになる予定で、ちょっと色がまだね決まってない、もうちょっと黒くてもいいかなと思ってるので、もうちょっと黒足していこうかなと思ってるけど、まあ現在はこんな感じですね。あとは今日はねちょっと違う腕のパーツをちょっとやり始めて、そう昨日シリフトストアでねセールの日だったから、第2第3とかなんか2週間おきにセールやってるんだけど、ブーツを買ってきました。みこちゃんも呼んで、うちのすぐ近くだからね、でこのブーツを買ってきて、みこちゃんのサイズに合ってる黒のブーツなんだけど、ここにベルトがあったからね、こことここにベルトついてたから、それはまあ取って簡単に取れたのでね、
ね、こんな感じで。ここぶっちゃけこのね、モフモフの部分、ニットの部分、いらないっちゃいらないんだけど、まあここ切ると大変だし、こっち側がこうなってるからね、めんどくさいから、まあこれは別に隠れるっちゃ隠れるからいいかなと思っております。ちなみに値段はね、7ドル99の半額だったから4ドルくらいかなって買いましたね。でこれもね、あのこういう風になんか鎧の靴になるから、それもこう型取りして、こんな感じにつま先がシュッてなるやつなの で歩いても大丈夫なように、ここをなんて言うんだろうな、なんかピンみたいなの止めていくんだけど、それもちょっと買ってないから、これは最後というか、まあ後でやろうかなと思って、まあ、どんな感じかちょっと見たかったのでね、型作ってみたんだけど、まあ、とりあえず今やってることをやろうと思って、あとこれと、あと生地と、あとズボンはなんか持ってるらしいから、ズボンはその持ってるやつ使って、あと黒いシーツと、まあでもそれぐらいかなを買ってきましたね。なのでまあ一応材料は揃ったので、あとはひたすらこう横細いピースをね作っております。コストコでみかん買ってきたので食べようと思います。はい、ということで今日はちょっとね若干早いんですけれども、明日から月曜日なので、今日のビルはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビルでお会いしましょう。バイバーイ。